では、えー、さっきのビデオで、えー、とプロジェクトを作ってこのプロトタイプのステージを作りましたが、えー、このビデオでもっとあの他のテクチャー他のスプライトを作りたいと思います、えー、今度作るスプライトはアルファが Twitter にしててあのプラットフォームとかのような、えー、ものを作りたいと思いますで、えー、これから使うテクチャーはこれなんですけど 2D バックグラウンドブロックアドレスのものがありまして えー、ここにプラットフォームとかが、えー、入っているものなのでこれを使いたいと思いますですので、あのー、そのテクションを右クリックしてスプライトアクションに CreateSprite にしましてこれを名前を変更してプラットフォームにしますで、えー、できたスプライトをスプライトのフォルダに移動したいと思いますで、えー、ここで、えー、スプライトができたので ダブルククリッこのスプライトエディターなんですけど、えー、ここにプロプティがありますが、えー、ちょっと軽く説明しましょう。えー、まずソース UV とソースディメンションは、えー、このテクチャに対してどの部分を使おうかを、えー、数字で設定になるんですけど、えー、これはツールを使って決めますので、えー、とりあえず、えー、これをスキップしましょう。 で、ソーステクチャーは、まあ、そのまま使っているテクチャー、えー、になりまして、で、デフォルトマテリアルは、えー、使っているマテリアルです。で、ソケットは、えー、このスプライトに何かアタッチしたい場合には、これはアタッチポイントとなります。で、ピクセルパイユニットもあるんですけど、えー、テクチャーをインポートしたり、256とか、えー、512とか、えー、のテクチャーをインポートしたりしてるんですが、えー、このグリッドが えー、10タイムベース10ベースになってて、えー、なので、えー、これ2.56にすると、えー、このグリッドにテクチャーが合うようになりますでピュエットモードで、えー、センターセンターになってるんですけど例えばあの、えー、ボトムセンターとか下のセンターとかは、まあ、キャラクターとかが、えー、よく使ったりするんですが、えー、今度はプラットフォームを作るのでセンターセンターでいいです で、えー、その下にレンダリングのカテゴリーとクレジュのカテゴリーもあるんですけどこれはモードで説明しますので、えー、とりあえずそれを飛ばしましょうでは、えー、次に、えー、この上の方のモードなんですけど今、えーま、ビューモードは基本的にスプライトが、えー、スプライトの見た目を見せてくれますで次にエレッースリージョンに行くんですがこれで、えー、テクチャ全体を見せます でこの白い枠は使ってる部分となります。ですね、このプラットフォームだけを使いたいので、これをちょっと編集していきましょう。下を上に持ってきて、こんな感じに。それは結構良さそう。ちょっとグリッドの変えておきまして、1に1回変えましょう。ちょっとあの、下の方に合わせたいので。 あ変わっ一、はい下に合わせてまあ完璧でなくてもいいんですけど、はい、こんな感じにこの部分を使いますそうするとビューに戻るとあの使ってる部分だけが表示されますでは、えー、次にこれはあの、まあえー、プレイヤーが載せたりするようなものになるので、えー、コリジョンを編集したいと思います ですので、エレクトコリジョンのところに行きます。このあの白い枠がコリジョンなんですけど、コリジョンの、えー、項目のカテゴリーの下にクリスエンジオメトリのタイプがあるんですが、今タイトバウンディングボックスになっております。バウンディングボックスを使ってて、上にソースバウンディングボックスもあるんですけど、これはあのまあ、基本的にすごいタイトにソースを選んだので、基本的に同じに見えます。で、シュインクラップ。 がありましてこれはまあピクセルを見てアルファを見てえーコリジョンを作ってくれますで。カスタムはまあ自分で作れるコリジョンでダイスとはえまあ複数のえオブジェクトを使って透明な部分と透明じゃない部分コリジンを分けたりするためにはあるんですがえそれは今回は使いません。のこのスリンクラップは多分自分だと思う人もいるんですがえ結構細かいのでここあのプレイヤーが えー、引っかかったりする可能性もあるので、バウンディングボックスに変えてあの自分たちで作っていきましょう。でまずあの、シフトを押しながら、線をクリックすると、点を入れることができます。で、えー、この2つの点をもっと上の方に持っていきたいと思います。で、さらに、 押しながら点を追加してちょっとグリッドグリッドをも,っともうちょっと大きくしたいはいこんな感じに持ってきてこれだけ はい、この感じに、コリジョンを作りたいと思いますあ。完璧じゃなくてもいいんですけど、もうちょっと近いような感じにします。はい、えー、で、こんな感じにコリジョンができています。あとね、あの次あの、エレットレレンドジョーメトリもあるんですけど、 これは基本的にあの同じようなツールなんですが、このレンダリングジオメトリーで、で例えばこのスプライチートに戻るとしたら、あの例えばもっといろんなスプライトがタイトにパッキングされている、この辺に何か出ているものがあるんでしたら、このソースリージョンは基本的に、えー、四角なので、えー、何かここに入っちゃっている場合もある可能性はありますので、それでエレットを レンダルジオメトリーを使って、こんな風に隠すことができます。まあ、大きくしたらこうなるんですけど、ちょっと、その、ちゃまずいものを消すことができます。はい。えー、では、これで、あの、このプラットフォームのスプライトができているので、ドラッグして、ワードに入れることができます。で、これでちょっとズームすると、わかりにくいかもしれないんですが、 余計に何かゴミが出てますのでそれを直していきましょう,うちょうどあのた多分その隣の隣にここにあるものが、えー、ギリギリ入っていると思うんですけどそれが、えー、見えないようにこれジンと同じようにこの辺を編集していきましょう これはまあクリジンほどタイトしなくてもいいんですね <laughs> はいこんな感じで刺しておきましてにすると まだちょっと出てるかうんどうしようではもうちょっと中にあこれで結構綺麗になったんですねはい余計に、えー、線が消えました でこれであの、まあ、スプライトができました。他、えーの,まあのスプライトと同じようにスプライトカラーを変えたりすることもできまして。でこれちょっと1つ楽しいことを見せたいと思いますが、まずこれ1に0に、えー、配置しておきまして、これ物理も実は使うことが可能です。で例えばここに、えー、回転させて、 シミュレートフィジックスにします。で、シミュレートすると、そのプラットフォームが落ちます。今ちょっと変に落ちたんじゃないですか。あのー、これ何が起こっているというと、一回パスペクトィブで見てみましょう。シミュレートして、落ちるんですけど、物理が基本的に XYZ の軸で、えー、計算されていますので、えー、それを ロックしなきゃいけないです。で、この、えー、スプライトの physics physics の物理のところにロックとアクセスを y にしましょう。で、えー、そうすると 2D で、えー、綺麗な p h y で落ちます。と横から見るとこんな感じです。ちょっと見づらかったかもしれないですけど、オッケー、はい。 そんな感じです。えー、でそれであの、まあえー、スプライトができたので、えー、次のビデオで、えー、キャラクター用の、えー、スプライトとフリップブックを作っていきたいと思いますのでぜひそれも見てください。